どうもサモリです。流木レイアウト水槽です。もう夏です。今日からファンをつけました。やっつけてちょっとつけたんですけど、これいいですね。これね、なんかセンサーがあって自動で止まるようになってるんですよ。サーモだったかな、はい、サーモ付きですね。今水温は27度です。うん、26度になったらね止まるんですよ。これね便利だ。まだこの水槽だけなんですけど、他の水槽はこれからです。うん、今日はねメイン水槽の水草のためにまたこの水槽から少しねもらいます。はい、これちょろ、ストック水槽にもねあったんですけど状態悪いんでこれを採用する。これは違う、これはいらないやつ。20本ぐらいは欲しいな。おい、ちょっとうるさいんでファン切るか。静かになった。もう思い切ってね、全部思い切って全部取るか。どうしようかな。うん、これはすぐ生えてくるだろ。これすぐ生えてくるだろ。ここら辺も大胆に切るか。余分なやつも切れます。よし、こんなとこちょっとバランスどうですかね。まあまあか、まあまあ。よし、回収して。メイン水槽です。水入れ5日ぐらい、水入れ4日、あるいは5日です。前の草たちちょっとねやばいことになってきてます。なんかね、なんか枯れかけてる、枯れかけてる葉っぱとこれから成長する葉っぱ、ちょ、わかるかな。うん、これは多分仕方がないと思うんですよ。ダメな葉っぱは後で切ってあげる。そしてこれから、今はね根っこが大事なんですね。根っこがちゃんと根付くまでしばらくします。しばらく放置です。うん、根っこが育ってからの方がねトリミングはいいと思うんですよ。だからね、この枯れたやつ放置です。そのうち溶けるのかな、あるいは枯れちゃって。今は根っこが大事なんですね。うん、こっちのやつもそうですね。もう少しね整えたいんですけど、トリミングはもう少し経ってからです。これはねスポンジかな、バクテリアのためにゴミみたいの入れました。問題なのはあそこの水を吸うとこなんですよ。あそこをちょっと対策するためにこれ買ってきました。多分ね大丈夫じゃないかなと思うんですよ。大丈夫そうだ、大丈夫そうだな。ちょっとやってみるか。直接行くよ、届かない、入るよな。お、出てる。2個つけました。これでいいのか、これでいい、いいと言って、嘘だと言ってよバーニー。よし、わかる、暗くてわかんないか。ああ、緑が消えた、気になってた緑が消えた。やっぱりね緑っていうのはね違和感あるんですよ。これでねかなり目立たなくなった。先にフィルター止めて、はい、よいしょ。ダメだ、重りがいる、重りがいる。いい絵が撮れるのか。あ、果たしていい絵が撮れるのか。植えていきます。
っと。短いのも、短いのから行くか。見えてる？これ見えてんのかな。見えてるかどうかちょっとわかんない。どんどん行きますよ。なるべく束で植えたい。見えてないな、これ。ほとんど見えてないですね、これ。大丈夫？見えてる？見えてないんじゃない？よいしょ。いや、これ大変だな、やっぱり。やっぱり大変だ。見え、これちょっとずらして、立ち位置がない。最後、よっしゃ、まだあった、抜けたやつが。よし、やられづらかった。こんな感じですね。これで全体的なバランスが良くなった感じがします。クリプト類とシダ類は今回は今のところ採用しませんでした。せっかく買ったやつあるんですけど、試しにやったんですよ。けどね、イメージに合わなかった。クリプトとシダ類はちょっと難しい。ただガレバのところが寂しいんですよ。ここにワンポイント、何かあった方がいいのかなって。赤い草はまだ密度が足りないんで、これが伸びたらトリミングして植え替えします。多分種類は増やさないかな。しばらくは根っこが根付くまで放置気味です。あとは気がついたところを何かやる感じかな。そしてね、一匹だけ先行部隊パイロットのグッピーがいます。今はヒーター設置していませんが、むしろ水温を下げるファン、それを設置しなければいけないのかなって。生態はまだしばらく引っ越しませんけど、コリドラスたちの砂場があって、そして草たちが生えて隠れ場所ができる。それぞれね、住み分けできるんじゃないかなって思ってます。レイアウト水槽と生態過密水槽、これの両立がなんかね、できそうな感じがしますね。以上、後継草のラージパールグラスでした。ありがとうございました。ここら辺の草ちょっと心配だな。